フィリップ・ダルトワは、100年戦争期のフランス王国軍、総司令官、ウーハク。ウーハク・ジャン・ダルトワとその妻イザベル・ドムランの間の3、ラン。1383年、イングランド軍に占拠された町ブルブールを奪取した。その後、エルサレムへの巡礼に赴くが、その地で、エジプトのスルタンの捕虜となる。武士高原水とベネツィア共和国政府の仲介により、釈放された。 1390年、チュニジアで、ブルボン公ルイニセイの指揮するマーディア十字軍に参加した。1392年1月28日に、パリにおいて、ベリーコー、ジャンの娘で、オーベルニコ領の女子相続人であるマリーと結婚した。シャルル6世王の十枚で、資産家のマリーとの結婚は、フィリップの宮廷における地位を高めた。 同年、オリビエド・クリッソンの失脚に伴って、フランス大元帥に抜擢されたのも、ギフと妻の影響力の大きさゆえであったとされている。1396年、ハンガリー王、ジギスムンと及び、ヌベール・ハクジャン・サンプールを指揮官とするタイオスマン、帝国の遠征軍に、多くのハンガリー人、フランス人貴族と一緒に参加した。遠征軍は、ニコポリスの戦いで、壊滅状態となり、 フィリップは他の大勢のキリスト教徒と一緒にトルコ人の捕虜となった。フィリップは身の白金を払って釈放を待っている間にミハルチュクの監獄で獄死した。解放予定日の9日前のことであった。妻のマリーは1400年ブルボン公ジャン一世と再婚した。妻マリーとの間に4人の子女を設けた。ウィキメディアコモンズにはフィリップ・ダルトワに関するメディアがあります。 ありがとうございます。